わちゃわちゃホロスターズ。さあ今日も始まりました、わちゃわちゃホロスターズ。よっ、始まりました。なんと今回もですね、シャープ4に引き続き MC をさせていただきますホロスターズ2期生のゆうごくろぼれです。よろしくお願いいたします。シャープ5までで何回 MC やったんだ、はい、3 MC です。そんなにやっております。そうですね、大変ですね。はい、そしてですね、今日もホロスターズから今日はこちらのメンバーが来てくださっています、はい、じゃあ自己紹介、じゃあ大賀からお願いします。はい、俺も、MC ではないですが3回目、荒上大賀です。よろしくお願いいたします。お願いします。そして僕もね、実は多分3回目なんですよね。おー、3回目、はい、花関みやびです。よろしく、よろしくお願いいたします。本日はこの3人でお届けしていこうと思います。はい、改めましてこちらのわちゃわちゃホロスターズはですね、まあ、いろんな企画に挑戦をしながらホロスターズの新たな魅力を多くの人たちに伝えていこうという番組となっております。まあ、ここまで我々3回ずつ出ておりますが、なんとこのメンバーでも2回目ということで、そうですね確かにこのメンバーでもシャープ2以来のこのメンバーが、やっぱりあの時結束力が高まりましたからね。高かったね、やっぱりみんな呼び捨てにし合うみたいな。そうね、あれで評価されてこの2回目があったんでしょうね、おそらくね。なるほど、はい、そのような形でなっております。本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。まず早速ですけれども企画に移っていきましょうか。なんか今日も用意されてるみたいなのでね。なんだって。ではまずはこちらの企画やっていきましょう。未来プロフィール。なんだ未来プロフィールって。未来プロフィール、ね、なんだかわかんないですよね。未来プロフィールってなんだと思いますよね。なんだろう、なんですか。はい、この企画はですね、はい、うん、皆さんが今作っているプロフィール、まあ、我々のプロフィールですね、うんうん、があると思うんですけれども、うんうん、まあ、それを5年後20年後100年後というような形で、その年代にあったプロフィールを発表してもらうというようなコーナーになっております。はいはいはい、なるほど。100年後、100年後もある。100年後どうなってんだろうな。どうなってるのよな。100年後想像したことないもんね、我々ね。生きてるか生きてないかもね。、まあ、それがね、今回自分たちで考えたものが明らかになっていくというような感じになっております。なるほど。はい、で今回は大賀とみやびくんのそれぞれの5年後20年後100年後というプロフィールを見ていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、ではまずは5年後のプロフィール、はい、こちらを見ていきましょうか。はい、それじゃあまずはみやびくんからいきますか。はい、じゃあみやびくんのまず5年後のプロフィールです、こちらです。どどん。はい、ということでみやびくん、じゃあちょっとこれはみやびくんの方から軽く、まあね、まあ、ご説明してもらいましょうか。5年後って言ったら、まあもう僕たちすぐですよ、もう寝て起きたらもう5年後みたいなものなんですけれど、はい、まあね、それはそう。でまあ、あの最近したお仕事、お仕事などは、まあ、1日動物園園長に、うん、平和やな。はい、まあ、それとあと劇場版ホロスターズがね公開されたので。なるほど、その公開挨拶を、前はねエイプリルフールでありましたけれども、まあ、あれがね実現する、あれが実現するかもしれない。そうそうそう、まあ、5年後ですよ皆さん。5年後にはなってる。まだ僕は2年、うん、まだ経っていないの、あと半分ですけど、うん、はい、まあ、きっとねこういうのをみんなとやりたいんですよ。なるかもしれない。なるかもしれない。まあ、あとはね、こう、まあ、ソロキャンだったりとか。溜まっているもの、はい、ソロキャン。これで お忙しくなっちゃってね、お仕事がね。はい。まあ、それでこう、配信もやったな。ささやかな、ささやかな悩みやな、確かにな。でも、こう、まあ、なってたいよね、こういうふうにね。そうそうそう、こういうな、夢だね。うん、夢だよね、まずはね。なるほどね。なるほど。こんな感じであります。ございます。はい。はい、これが5年後のプロフィール。はい、5年後な。なるほどね。はい。続いて、オーガの。オーガの5年後かな。これですか。はい、じゃあ、オーガの5年後のプロフィール、こちらになります。はい。はい。最近したお仕事、うん、モンスター退治出てんの。お5年後に申し訳ないけど出るもう、コラボレーションしてしまうあーなるほど、こう今ねやっぱり、そう今やってることがね未来につながるってこれ。なるほど、そっかそっか、なるほど。このためのもしかしたら布石になるかもしれないのがあるからね。そう、何が起こるかわからない、はいはい、だからね5年後はもうずっとこれよ俺のメインは。いいね、今ハマってるものもモンスター退治、仕事がハマってるもんな、幸せを感じる瞬間もレア素材ゲット、一番もうキラキラ光ってるのが出た、玉出たぜみたいな、うん、そんな感じ。悩み事でも玉が出ないんですよ。出ないねや、そっか出ないんだ、ね、大変や、ね、やっぱり、ね、俺ねちょっと運の要素がなかなかねちょっとね運のパラメータ低いんでね。はいはいはい、運の要素についてはねシャープ4も見ていただいてね、 そちら見ていただければ分かると思うんで、はい、なるほど。じゃあ5年後はモンスター退治を主に重きを置いてやってるって感じ、ね、はい、そんな感じです。楽しそうでいいですよ。楽しそう
君が言うことでは君もめちゃくちゃ楽しそうやけどね。お互いね幸せそうだよね、はい、これはね。そんな感じで、まあ、20年後100年後と見ていきましょうか。10年後、はい、じゃあ次は20年後かな。はいはい、じゃあ20年後のみやびくんのプロフィールを見ていきましょう、はい、こちらです。どどどん、花咲の森の植林という。あ、もう出ちゃったな。最近ね、あ、もう出ちゃった。僕たちの森もね、森も出た。もう伐採とかそういうのがちょっと危なくてですね、はい、まあ、自分で、はい、自分たちで森を伐採する。伐採しちゃいけない。伐採して植林ですからね。植えていきましょうね、どんどんね。作っていきましょう我々で。そやな。まあ、そして今ハマっているものはですね、はい、まあ、ガーデン作りだったり、最終的なね、そうそうそう、最終的なもののファンタジーまで出てくる。あ、出てんだね、もうこの辺までは。結構ナンバリング出てきてほしいかなって。なるほど、ね、1年に1作品目とかね、そうそうそう、これですね。そうまあ、そして、まあ、はい、幸せを感じて、まあ、後輩がめっちゃ気を使って、まあ、10年後なんで、なるほどね、まあ、大御所になってくるわけです。あー、なるほどね。はいはいはい。1期生、3期生。確かにそうやな。まあ、なんで、あ、いつもお疲れ様です、えっすみたいな感じで後輩がやってくると、お、いいよいいよみたいな感じで結構そういうの憧れてるの、今でも。今でもぶっちゃけ憧れてはいる。ちょっとね。あ、ちょっとね。ほんのちょっと。そういう風にしてもらいたい。あ、なるほど。まあ、なんですが、悩み事がね、まだ18歳なんですよね、20年後。あ、20年後でもやっぱ18歳。いや、そうなっちゃいますよ。仕方ないわね。ちょっとこれ悲しいことですね、まあ、悲しいことだ。ちょっとまあ成長できないっていう寂しさみたいなのがあるのかな。未だにね、大人になれない。みんなこう40代と、うん、アルさんとかね、40代となっていく中、僕だけまだ18歳。アルさん20年後だったら 50? そっか、もっとか、後半とかになってじゃあいるかな、大丈夫いるかな。だ、まだまだご存命ではあると思うけども、大丈夫やと思うよ俺も。そっかそっか、大丈夫それだったらそんな感じですね。なので宮城くん、じゃあ20年後はなんかガーデニングしたり、はい、そうそう、ちょっと余生を、うん、余生を楽しむ感は出てきてるね、18歳にして。なるほどね。はい、はい、じゃあ続きましては、オーガの、じゃあ20年後のプロフィールに行ってみましょう。オーガの20年後、はい、こちらです。はいはい、最近したお仕事は、うん、おにぎり屋さん。全然意味わかんないけどね。ね、これやっぱ20年ってのは、はい、まあ、俺からしたらそんなに、あ、そっかそっか、長くないんですよ。まあまあ、そっかそっか。そう、まあ、俺言うて5000歳ですから、うんうん、でやっぱ新しいこと常にやっていきたいと思ってて、はいはい、まあ、そうなると、まあ、50年後、あ、20年後はまあおにぎり屋さんかなと、お、いう感じで、はい、でまあハマってるものも全部もう仕事関係ですわ。要はさ、この後のお仕事についても楽しんでるって感じなのかな、はい、20年後は。なるほど、まあ、ハマってるもの行ってみたいね。でもね、米の握り方幸せ感じた瞬間、宮城君悩み事の一文字ググ何やグってでもおにぎり屋さんっていっぱいグあるから、まあ、あるからね、悩んでんやろな。新規開拓とかもね、新しい、新しい、やっぱさ、グとかね作りたい、はい、そういうこと、味をね追求したいんです。本当に余生楽しんだり、おにぎり作ったらよくわかんないメンバーになってますけど、そんなメンバーが100年後ですよ、問題は。100年後は結構だよね。結構なこと起きてるでしょう。もう多分、もう大体いない可能性はありますよね。もしかしたらね、悲しいこと言わないで、銅像とかになってる可能性はありますけど。はい、じゃあ100年後のみやびくんのまずプロフィールいってみましょう、はいはいはい、100年後こちらです。でん、はい、はい、なんつったこれは。100年後はね、うん、スズメの養殖と、ううことや、あと天満ジュニアの仕事の作りっていう。あら、あ、いいじゃない。あの、30年くらい前にね、天満ジュニアも結構な年は言ってるよね、もうね。100年後か、ジュニアならね、天満にね、やっぱりみやび、僕のこう、あとは頼んだバタと、あ、そういう悲しい背景があんねや。あ、はいはい、まあ、なるほど。僕はもうずっと天満ジュニアの修行の付き添い、修行付き添ってんのよ、ええね。まあ、それで今ハマってるものはね、ホロスターズの過去アーカイブを振り返るっていう。悲しいのかな、悲しい、悲しいの。あ、まだ出てんねやっぱ最終的なあれは。そう、ね、そう、まあ、僕の唯一の楽しみで、まあ、最終最終な幻想のやつ。なるほど、ね、まあ、67っていう、ね、67が出て、幸せを感じる瞬間は夢でホロスターズのメンバーを見る。悲しいです。ちょっと悲しいよ。我々なんかちょっとご存命かこれ。はい、はい、じゃあ100年後のオーガのプロフィールこちらです。はい、魔界統一トーナメントを開催してます。滑ようとすな。あのね、うん、もう人間界はそのホロスターズのやっぱり ね、今のメンバーが仮に、まあ、あの、何かが起こっていなくなったとしたら、はい、俺多分人間界に興味なくすと思う。そっかそっか。なるほど、帰っちゃうんだね。はいはいはい。魔界に帰って魔界統一トーナメント開催して、うん、まあ、強さをやっぱりね、はいはい、そう、あの、仲間が、ね、そう、仲間がいなくなったことによって、うんうん、仲間がいなくても寂しくない、あの、寂しがらないような精神的な部分も含めての修行。なるほど、強さを求める、はい、俺さ、あの、うん、天満ジュニア連れてっていい？いいよ。まあ、そうやな、一緒に修行させてほしいんだけど。だから天満ジュニアだったら俺も言ってしまえば自分の息子みたいなもんだから。可愛らしい、ね、メンバーのね、親族は可愛いもんですから。新しい技を覚えさせてほしいな。だから魔界の技を覚えさせて、はい、
そう、魔界騎士に打てるかなしようかなと思います。いいですね。はい、で悩み事はライバルそう、まあやっぱ ね強くなりすぎるとどうしてもそうなってしまう。寂しいねこれね。悲しいなみんな寂しいんだね。結局100年はみんな寂しさの中に。しゃあない、もう100年経つかわいそう。も100年なんて叶っちゃうもんな。そう、周りの状況も変わっていくしね。100年後もみんなで笑顔でいましょう。そうだねそうですね。それはそう、はい、ということで、はい、はいはい、以上未来プロフィールのコーナーでした。はい、はい、そして続いてはこちらの企画になります。キュンです、ホロスタ演劇シアター。なんです、演劇シアター。はい、演劇シアター、こちらのコーナーですね。まあ、なんと我々お題に沿ったさまざまなシチュエーションで、うん、まあ、キュンとするようなセリフを言うというような、まあエチュードのようなものですね、うん、今回は。なるほど、はい、ただ普通にエチュードをするのでは、まあ、我々言ってもね、ホロスターズ配信もやってますから、はいはい、まあね、普通にやられちゃ面白くはないと。そらそうよ。そこでですね皆さん、はい、おそらくですねこの今日、開始前ですけれども、何か装置みたいなのを付けられたと思う。 ありましたね、はい、なんかね、なんか足元、足首かなんかに付けられてると思います。装置がなんかね、はい、ましたけど、何なのかまで何なのか分かんないけど、はい、こちらですね、セリフを言いまして、まあ、エチュードするわけでございますけれども、うんうん、まあ、照れたり笑ってしまった場合はですね、何か良くないことが起きるかもしれません。わからないですよ、聞いてないんですけど。いいことかもしれません。お尻叩かれたりする。お尻装置の意味がなくなってくる。同じ会社ならお尻叩かれるかもしれない。でもそうです、ね、お尻ペンペンもあるかもしれへんからね、はい、これはね、可能性としてはね、タイキックとかね起こってしまう。そうですよね。何が起こるかわからない中、我々はエチュードに挑んでいくというか、怖えな、なんだこれ、罰ゲームか。罰ゲームじゃありません。でも言ったら照れたり笑わなきゃいいだけですから。まあ確かに、真面目にガチにやればいいわけです。なるほどね。そしてなんと今回シチュエーション、まあ、いくつか用意されてるわけですけれども、すべて女の子が出てきまして、女の役はですね、はい、全部花咲みやびが担当やってます。あら僕ですか。はい、うん、頑張ります頑張ります、はい、ただあなたも、はい、だからって安心しないでくださいとだけは言っておきたい。え、あ、僕女の子役ですけど別に決して安心はしないでください。あ、そっか、そうだね、はい、僕がキュンしちゃったらもうあーみたいな。まだいいからあーみたいな。はい、ではね、それでは早速最初のテーマからいきたいと思うんですけれども、はい、なんかあの1個目のテーマがですね、あるものが必要になって、はいはいはい、ちょっといただければなと思うんですけれども、はい、まず1個目のテーマ、はい、口に物をたくさん含んだ状態のまま校舎裏で告白。おお、口に物を含んだ状態、シチュエーション初めてありますね。そうです ね、なかなか体験することではないですから。やっぱでもここはロベさん、あの、ね、口に物含めるならロベさんみたいな言い方だったけど、やってそうだもんね。やってそうだからな。いえ、じゃあ俺から言った方がええけ、これは。そうだね、口に物をやっぱ見せてほしいな。見た、しかも台本たくさんって書いてある。たくさん。あ、そう、じゃあちょっと、はい、今 ね、 こちらにね、ちょっと口に突っ込むためのパンが、学校でもありそうなね、はい、うパンです ね、 ね、給食とかでしっかり割り引かれてる。普通に美味しそうなやつだな、ね、これね。でこれをまず僕がやって、これでみやびくんにキュンとする、校舎裏で告白するんだよ、俺が。そうだよね。じゃあちょっと、あ、じゃあじゃあキュー出しましょうか、俺が。あ、そうじゃあ、ね、じゃあ、本当に、ね、そういうのが苦手な方もすいません、失礼します。え、2個いくの、めっちゃ食ってる。めっちゃ食ってるよ。じゃあ早めに行くよ、うん、はい、では口に物をたくさん含んだ状態のまま校舎裏で告白まで3、2、1 もう一回行くよ。3、2、1、9ここがちょっと辛そうだよね。どうしたのロベルさん、急にこんなところで。どうしたの？どうしたの？え、ちょっと何言ってるかわからないんだけど。何なの？うん、大丈夫だよ、私ちゃんと待つから。あ、はい、はい。ちょっと何言ってるかわからないんですけれど、何を言っているのかしら。うん、うん、うん、あなたと結婚したい。実は私もあなたのことが好きだったの。本当よ、本当よ。まあちょっと今すごいなんかダサい格好してますけれど、うん、やめでしょうかね。いやー、でも素晴らしい、感動的な。全然わからなかったんですけれど。いや、でもみやびがやっぱりその口に物を含んだロベルの気持ちを汲んで
ちゃんと理解してる感じが。つまりあれだよね、告白してたんだよね、うん、そう、告白して頑張って、あのしかも本当に皆さんには伝わらないのが悲しいけど、俺は本当にクロワッサン2個を口に詰め込んでる。そうだよね、なんかもう今口もごもごしてるからね。本当だよ、あのあの感じだった、あの歯の詰め物のあのグイって突っ込まれるみたいな感じを味わいました。はいはいはい、本当に。なるほどね。ちなみにこれはあのなんかありました、突然やってる最中。すっごかったねあの気をつけた方がいいねこれはね本当、うん、ということで、はい、まあ、こんな形で進んでいきます。なので、まあ、みやびくんがあの回答したら終わりみたいな感じになるのかな。そっか、これに関してはそういう感じだね。そうだね、うん、じゃあいきましょう。じゃあ続いてどんどんいきましょうか、はい、2個目のお題に参りたいと思います、はい、2代目のお題はこちらです。落ち込んでいる幼馴染の女の子に癖の強い方言で励ます。癖の強い方言、ええ、癖の強い、癖の強い、なるほど。まあでも今回さ、まあ、1回目は俺がやったからね。まあ順番的には、ね、順番的にはオーガがやった方がええんちゃいますの俺は。うん、まあちょっと方言とかよくわかりませんからやってみましょうか。はい、じゃあ的なやつだよね。はい、じゃあ急振りいきますよ、はい、お願いします。はい、じゃあ落ち込んでいる幼馴染の女の子に癖の強い方言で励ます、オーガとみやびくんのエチュードです。どうぞ。オーガさん、どうしたんだい。最近私悩み事があるの。まあ、ないみやび、最近ちょっと頭がハゲてるような気がして、どうすればいいかな。じゃあちょっと後ろ見せてみて、みやび。はい、見える。お、みやび、大丈夫だよ。10円ハゲとかない。みやびの頭部には、みやびの頭部には大丈夫。みやびの頭部には何してるの、ちょっと後ろで。みやびの頭部には綺麗な花が咲いているよ。あ、よかったよかった。大丈夫、大丈夫かな。安心して。大丈夫かな。痛い。どうしたみやび。わかんない、なんか急になんか心が痛いのかい、みやび。心が痛いわ。あー、その痛み、こっちにも来てるよ、みやび。励まされてるかな、もっと、もっと励まして、私もっと痛いからみやび、違う、みやびは励ましてないけど、みやびの言葉励ますよ。励ましてみやび、僕は君のことがとっても好きだから。あら、みやび、大丈夫。ほんと、どんな姿でもみやびはみやび。あ、うん、わかった、ありがとう、オーガさん。私ちょっと頑張れる気がするわ。これなんだこれ。いやー、ちょっとこれ多分あの見てる人にわからないんで、あの多分一個ま伝えておくと、そうだよね、これは、あの我々のですね、足首にですね、はい、あのビリビリがですね今据えられておりましてですね、ちゃんと書いといてね、この上の方にビリビリ中みたいな感じで、はい、そうですよ、我々食らいながらエチュード。でもその照れてるところがない気するけどね。照れてないね、こんなね、笑ったりしないけどね。笑ってないよね、まずこれ多分ね、気分だよ。気分か。あのコントロール握ってるやつの気分だよね。なるほどね、やられてんねや我々。そう、まあ、しゃあないわ。まあ、そんなような形でエチュードするって感じか。じゃあしかねえんだ。じゃあ次次だいきますか。じゃあまずはお題振り返るですかね、うん、はい、はい、じゃあ3つ目のお題ですけれども、はい、こちらです。はい、旅先のアメリカで出会った美しい外国の方とのお別れの。はいはいはい、あ、じゃあこれさっき俺ちょっと外国の方やったから続けて、うん、あ、やりますか。外国の方やったんだ、うん、これね。じゃあ大賀とエチュー、大賀とみやびくんでいきますか。やりたいですね。はい、はい、でもこれみやびくんが美しい外国の方だよね。だからさっきと逆になるから。あ、そうだね、そういうことだよね、はい、そういうこと。で、別れの時なんで、はい、まあじゃあみやびくんが別れのことを告げられて返すぐらいまでやりますか。はい、わかりました、はい、じゃあいきます。旅先のアメリカで出会った美しい外国人との別れの時、エチュード開始です。どうぞ。オンガン、おう、もう帰っちゃうの。ああ、どうしても仕事があって、もう明日には日本に帰らないといけないんだ。私もっとオンガンと一緒にいたいわ。それは俺も一緒だけど、うん、でも仕事はどうしても抜けれないし。私も一緒に行くことできないの、うん、俺もそうしたい。こいつだけど、みやびにはみやびの家族がいるじゃないか。そうよね。だから、俺と君との関係はここで一旦終わりにした方がいいと。そんな、こいつ、私まだあなたと一緒にいたいわ。こいつ、外国に来るな。あら、どうしたの。流れ弾、銃の流れ弾が。あら、まあ確かに。あ、ちゃん、ちゃん、ちょっとね、一緒に。痛い、すまんね、俺も。それはおそうね、みやび、はい、だから、うん、だから今日で君とはもう別れだ。うん、分かったわ。今までありがとう。いつか絶対こっち帰ってきてよね、うん、約束はできないけど。
いつか必ず今度は僕の方から君に対して愛の言葉を届けたい。だから今はひとときだけさよなら。分かったわ、私いつでも待ってる。それじゃあ、やか、何なんだよこれ。あのマジで流れ玉受けた。本当に危ないとこかもしれない。本当に危ないとこかもしれない。社会だからな、うん、癖強かったな。ちょっとさ、みやび女の子口癖強すぎた。今んとこ全部出てきてる子。そう、ね、一番最初だけ ね、普通の子やったけど、まあまあ次は大丈夫かな、多分ね。まあ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 、もう続いてのお題に行きましょうか。はい、はい、じゃあ続いてのお題はこちらです、どうぞ。夏祭りにはぐれてしまった彼女と探し出した後のやり取り。はいはいはい、ということで夏祭りはぐれた後で、まあ、合流はした後のまあ優しい声とかをかけるって感じなんですかね。なるほど。これどうしますか、尾形さん。じゃあどうしようかな。じゃあ俺やるか。あ、いきますか。オーケー。それじゃあ早速参りましょうか。はい、では参ります、大岡と雅君。はい、夏祭りはぐれてしまった彼女と探し出した後のやり取り、3、2、1、キュッ。雅、どこだ雅。あ、雅、どうした。私はぐれちゃって。大丈夫だよ、怖かった。すぐ見つかるから。ほら、俺の角見ではすぐ見つかるだろ。俺なんか本当だ、やっぱり高いもんね。そうだよ、ほら雅、リンゴ飴来た。お前にそっくりだろこれ。何がですか、何がですか、何がですか。わたあめだって。わたあめ欲しい。みやび、わたあめ食いたい。食べる。わたあめ1本600円です。600円だって。もうちょっと安くなんねえか。もうちょっとですか。もうちょっと安くなんねえ。2つか。何、私もアベックかい。そうだよ。そうです、アベックかい。俺たちラブラブだよ。ラブラブで。なんだよ、じゃあサービスしてくれよ、お兄ちゃん。ジョーちゃんに免じてよ。じゃあ1本540円にしよう。あ、ほんと。いや、微妙。2個540円だよ、これだよ、これだよ、あげるあげる。みやび欲しい、欲しい。まあ仕方ないな、じゃあください。はい、じゃあこちらだよ、好きな柄選んでね。どれがいいの彼女。じゃあこの仮面なんたらちゃんのやつ。仮面なんたらちゃん、仮面なんたらちゃん、仮面なんたらちゃん。はい、じゃあ仮面なんたらちゃんの、いいよ、どうぞ。ありがとう。はい、どうぞね。もうすぐあんたたち花火も始まるんだから、ちゃんとあんたたち皆さん、いや、ちゃん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 。何言ってるか分かんねえな、あの人。お母さん、一緒にわたあめ食べよう、これ。いいよ、じゃあ半分こね。うん、食べる食べる。本日はお越しいただきまして、誠にありがとうございます。さっきから主張が大きいな、なんだあれ。実はですね、もう少しで花火、もう少しで花火の開幕。あ、花火だって。本当だ。皆様、大きな上空をご覧ください。あ、お。パンパン、わ、見て、すごい綺麗だよ。ヤビ、こっち向いて。あら、あら、ありがとう。私も。お母さんのこと好き。これからも来年もこの花火一緒に見ような。そうね、一緒に見に行きましょう。愛してるヤビ。ありがとう。急に来たな。これありなんだ。そうだね、急でもいいシチュエーションだったんじゃない。まあいいし、まあね、わたあめのちょっとくだりようわからんかったけど。なんかわたあめ職人来たもんな。誰かいたね、わかんないけど。最後何喋ってるか分かんなかったからな。そうな。なんかやってたね、一人花火してたよね、バンバンと。まあでも花火のおかげでちょっと告白とか中途、うん、なんかね、ちょっとね、いいムードに雰囲気になったからね。ありましたね。 ありましたね。はい、はい、続いてのお題いきましょうか。はい、はい、では続いてのお題こちらです。はい、転入初日、同じクラスの女の子に一目惚れ、帰り道で声をかける。これはロベのイメージだな。まあちょっとね、転入初日だもんね。考えてくださいよ、放課後ってことは帰り道とは夕焼け。まあ夕焼け、全然日が差してたわ。夕焼けロベ。全然日差してたわ。いやでもまあ見ようによって、見ようによってはね。そう、夏とかだったらこんな感じだしね。もうちょっと、うちょっとガチで夕暮れロベルが入れるわ。オッケー、入れるわ、オッケー、いけるよ。オッケー、いいよ。じゃあ9入れるよ。はいはい、転入初日、同じクラスの女の子に一目惚れ、帰り道で声をかけるまで、3、2、1、9。あ、ねえ、待ってよ。あら、どうしたの。あなた、名前は確か、俺はロベル、ロベル、幽谷ロベル。同じクラスだったっけ。うん、そう、今日転入してきた。あ、ほら、ちょっとさ、席遠かったけど。そうよね、転入してきたよ。ごめん、ちょっと私寝てたから、もしかしたら。あなんか、あれあれ、なんかすごい声聞こえなかった。事故かしら。大丈夫かな。大丈夫かしら。どうしたの一体今日。あ、なんか一緒に帰れないかなと思って。こっちなの帰り道。そうね、そっちよ。俺もこっちに引っ越してきてさ。ほんと帰り道こっちだから一緒にいようかなって。あー、なんかすごい、なんかすごいわね。ここら辺っていつもこうなの。
いやいつもこんな感じよ今日は結構なんか騒がしいぐらい物騒なんだねなんか結構でもそんなとこ一人で帰ったら危ないんじゃない。そうね、なあ一緒に帰ろうよ。そうね。あえあれ事件大丈夫かしらね。大丈夫かな、なんか怖いね。怖いから早く早く行こうか。うわーなんか本当に大丈夫だ、見に行かない。ちょっとこのいやでも行かない方がいい、危ないから。本当うわーなんもうちょっとお前ら何やってる。怖いよ、早く帰れ。怖いよ、角の生えた人いるんだけど。えちょっとあのさ、みやびさんってさ、なんかその気になってる人とかなんかあるの。私はいないわよ。あそっか、そうなん、そうそうそっかってなに。そっかってなんだよ。いや全然全然、ちょっと顔かっこいいなって思ってはあるんだけど。あーあーあーちょっとね、あーそうんうん、なんか明日からもさ、いや一緒に帰らない。この道危ないから、一人だと危ないんです。私もやっぱり一人だったし、うん、明日からちょっと一緒に帰ろうか。じゃあこれからも一緒に帰ろうな。あちょっと怖いわねここね、やっぱり、ね、早く行こっか。違う、明日から違う道取った方がいいかもしれないわ、うん、たったったあーなんなんだこれ完全に面白かったんだろうがなんなんだこれ。すごいなんか、ね、声が聞こえた。いや、まあ、怖かった。でもあれでいい雰囲気になったね、ちょっとね、なんかわきあいといい感じの気まずい空気が ねなったけどね。誰かのわめきによってちょっとわかんないけどなんか後輩が悲しんでる気がして。なんなんだこれそんはい、じゃあ続いてのお題に行きましょう、はい、続いてのお題こちらです、友達に無理やり連れてこられたクラブ。おうるさい BGM の中不安そうに一人立っている女性。はいはいはい、これがまあじゃあ雅くんになるわけか。 OK です。これがどっち行くよが。いやでもクラブにいそうなどっちかって言われたらロベちゃん。まあ俺か、まあまあどっちかって俺か。むしろステージに立ってそうだもんね、DJ、そうねはいどうもーってやってそうやね。もういややってそうやけどな。じゃあ俺やろうかなこれ。はい、じゃあ急出しするよ、うん、はい、はい、友達に無理やり連れてこられたクラブ、うるさい BGM の中不安そうに一人立っている女性まで。ちょなんでここで流すんだよ3219よ。あ、はじめまして。何やってんの。私ちょっとこういうとこ初めて来るから初めて分かんなくて。初めて何したらいいですか。俺も初めてこのノリで。本当このノリで初めて。すごいチャラいけどこのやったことないクラブとか。そう、うん、公務員。公務員、うん、公務員さん。私ちょっとバイトの人なんですけど。バイトやってんだ。よろしくお願いします。え、こういうとこ初めてなの。そうなんですよ。友達来たの。無理やり友達に連れてこられて痛いだからちょっとやだね、すごい不安で。あ、そうなんだ。嬉しくいたんですよ。あ、そうなんだ。じゃあさ、なんかとりあえず2人でさ、なんか軽くお酒でも飲まない。あ、本当。うん、じゃあお酒飲める。お酒はまあ、ちょこちょこちょこ飲む。俺飲めない。あ、ほんとですか。ウロン茶。あ、ウロン茶。あ、全然うん、ウロン茶でいい。行きましょう。行こうね。行きましょう。はい。なんかさ、友達と来たんでしょ。友達と来ました。泣きそう友達と来ました。そうだよね。そうです。あーあ、なんか、あれなんか聞いたことある。こういうクラブ、クラブって怖いんだな。やっぱね、クラブってやっぱりいろんな人がいるんですね。ウーロン茶、ウーロン茶いりませんか。あ、ウーロン茶俺っす。あ、ウーロン茶、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしく。はい、でもなんかこの出会いに乾杯。あ、乾杯乾杯乾杯。誰あれ。え、友達。こっち知らない人です。え、知らない人です。全然知らない人です。嘘だろ。全然知らない人です。このクラブに来てて俺知らないの。え、はい、もしかして DJ オーガだよ。あの DJ、 あの DJ オーガ。そうだよ。本当ですか。俺のリビドを聞いてみる。はい、ちょっと一発ディデッディデッディデデッディ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 デッすごい怖かった。怖かったクラブって怖いとこやな、みやびくんな。怖いな。怖いクラブって怖いとこですね。怖いな。びっくりした。びっくりした。俺も多分やってるやつだ。誰一人何も分かってないよ俺。だんだんこれはって、ね、あの、はい、一番ですね、誰がキュンとしたかを女性役を演じていただいたみやびくんにちょっと決めていただこうかなと思いまして、まあ、今までの総合してどっちの方がキュンとくるようなことを言っていたかなっていうのを決めていただきたいと思います。難しいね。じゃあ発表します。じゃあみやびくんが、はい、じゃあ今回選ばれたのはって言ったら多分ドラムロールがベーってなるんで、はい、ちょうどよくタイミングで発表していただければと思います、はい、じゃあみやびくん、じゃあ行ってください。どうぞ。行きます。お
お、選ばれたのは、うお、お、夏祭りヨーガー。いやこれはね、やっぱりこう、まあ、僕女の子だったからやっぱキュンとくるようなのがね、うん、やっぱこう夏祭り、まあ、パンパンからの中よね。まあね、やっぱそこはロマンティストですから。そうね、荒神ヨガ。ちなみにあのロベさんは毎回そのやっぱり気のいいお兄ちゃん感しかしなかったよな。まあちょっとときめきからは離れてたかなというのは ね、 そうね、外から見ていても思いました。そうそう、でもやっぱ学校帰り、うん、もしかしたら今後あるかもしれない。なんでしょ、あるかもしれないね。続いてったら、ね、うん、あるかもしれないなっていうのがあったね。でも第一印象がな、パン加えてたからな。そこが良くなかったもんね。そうね、ちょっとなんだこいつっていうのはあったよね。どうした、どうした、キュンとした、キュンとした、キュンとした、これが恋なの、これが恋なのかもしれない。始まってしまったな、恋なんだ、新たな恋な。まあ、ということでね、はいはい、まあ、我々もキュンとね、はい、しましたけど、まあ、させる側としてもね、ちょっとこれからもね、そうね、頑張っていこうかなと、ね、はい、ということで、今回の最優秀賞は夏祭りオーガでした。ありがとうございました。というわけでですね、今回は本日はここまでとなります。はい、シャープ5でございますけれども、はい、どうでしたか皆さん、今回やってみて。いやー、なかなかキュンとできましたね。本当ですか、オーガさん、どうでしたか。これはね、うん、あの二度とこの装置はつけません。本当ですね、我々はですね、 NG です、これは。はい、初めて NG を出しましょう、これには。タレント NG です。タレント NG が出ました。はい、ないかもしれないね。というわけでですね、視聴者の皆様はですね、こういったビリビリ装置以外の企画であったり、こんなのが見たいということがありましたら、コメント欄にぜひ書き込んでください。よろしくお願いします。俺たちに優しい企画をお願いいたします。いいします。はい、はい、それではですね、また次回のわちゃわちゃフォローしたのも楽しみということで、2人とも覚えてますか、最後の締めの言葉。いつものやつ。はい、うん、はい、じゃあお楽しみになと、せーので、はい、行きましょうかね。はい、はい、ではまた次回のわちゃわちゃホロスターズもお楽しみに。せーの、おつさー。